ゲッチャ TV。 ゲッチャ TV 始まりました。今回も司会の三宅翔子です。いよいよですね、お台場冒険王の方で決勝リーグフットサル冒険王リーグが始まります。30日に、決勝リーグ私たち1位通過で予選突破したんで、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いいたします。ということで今回のゲストは村野翔子ちゃんです。どうもはじめまして、村野翔子です、うん、で今回は告知をさせていただきたいと思います、はい。今回クールフラワーさんという演劇ユニットのですね、うん、第3回公演レディーゴーという舞台に出させていただくことになりました、はい。こちらの公演が9月9日から11日までの3日間のうち5公演となっておりまして、まあ1回目はあのプレビュー公演でロビータイムはないんですけれども、あとの4回はロビータイムあるので、みんなに会います。ここにいるみんなに、ロビーで一緒にお話できる、はい、できますね。こうファンの方はこうお目当ての子にプレゼントを渡したり、そうだよね、はい、あの電話番号とか渡しちゃったり。あれそれそれありなんですかねちょっとこっそりといろいろとね、はい。まあ、今チケットも販売しておりますので、うん、どうぞこちらのホームページにアクセスしてください。しょうこちゃんはどんな役なの？私はですね、うん、大阪人の役で、うん、もうバリバリの関西弁を喋ってますね。もともと出身はそっち？いや、出身も生まれも育ちも、うん、違う、もうすごい訛りがどんどん出てきてますけど大丈夫ですかね。横浜です。うん、もう大阪弁なんてね全然縁がなかったんですけど、今回ので頑張って。そっか、はい、はい、やってます。他にもなんかイベントとかもあるんですか？そうですね、8月の28日、うん、日曜日にアドフォーカススタジオというところでイベントやります、うん。時間は1時半から3時半まで、うんうん、1人参加費は3500円、うん、ですが、うん、ここで予約あのホームページを見て予約していただくとマイナス500円、なんと3000円。翔子ちゃん、何そういうなんか、なんか、うん、分かったよ、練馬みたいになってますよね、うん、大丈夫ですか？まあ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 、ここはできるだけできる、あ、言っとかないとね。なので、はい、こんなお得なことはないので、ぜひ予約をしていらしてください、うん、はい。お食事付きでランチをしながら、はい、女の子とおしゃべりをしながら、はい、チケット販売いたします。はいよろしくお願いします。はい、ということで翔子ちゃん今日はこれから1時間お付き合いください、はい、よろしくお願いします。はい、今回のゲッチャ TV はですね、キッズステーション式神の城、七夜月幻想曲、エレクトロニックアーツのバトルフィールド2、そしてバンダイさんのカウボーイビバップ、水浴のセレナーデの3本をご紹介いたします。プレゼントもありますので最後までお見逃しなく。ということで1本目紹介してくださる方はキッズステーションの小松の親分さんです。どうも、はじめまして。キッズステーションの小松です。はい、本日はですね、はい、こちらですね、8月18日に発売されました、うん、こちら式神の城七夜月幻想曲というですね、ソフトの方の紹介させていただきます。はい、こちらはどういったゲームですか？ですね、うん、過去に、シューティングゲームでですね、うんうん、式神の城と、式神の 城2と、まあ、そのシューティングの後の、お話ということで、うん、シューティングゲームが苦手な人向けの、うん、ゲームということでですね、今回このような形、うん、アドベンチャーゲームというテキストで、はい、お話が進んでいくゲームを今回、うん、発売させていただきました、はい。でゲームの方なんですけども、紹介していただきましょう。はい、あ、いいね、なんかアニメ見てる感じがね、本当にアニメ見てる感じ。これのじゃあ、はい、声とかキャラクターが、そうですね、基本的にフルボイスで、うん、まあ、はい、いろんな声優さんの方がすごい演技をですね、たくさんしていただきまして、基本的にですね、こう吹き出しのような形でですね、ゲームの方が進んでいって、まあ、全部もう喋っているんですけども、もうとにかくキャラがいろいろ出てきますんで、まあ、どのキャラが喋ってるっていうのをですね、まあ、少しでも分かりやすくするためにこういう形に、まあ、コミックとかにちょっと近いような形になるかなと。漫画をそのままゲーム画面にした感じですね。はい、まあ、こういう形でどんどんお話が進んでいきます。で途中で、まあ、選択肢がいろいろありまして、それを選択することによってですね、また少しお話が変わっていって、いろんな方向に進める。はい、しかし蒸し暑くて辛いな。今回のはシューティングゲームっていうよりはそういう、そうですね、アドベンチャーの方が強いので、シューティングはどちらかというとちょっとおまけみたいな形になるかなと。はい、
でこの戦闘シーンもですね、アドベンチャーの ところで随所出てくるんですけども、まあ、ボスとのですね戦闘をですね、まあ、テキストだけで言うのも面白くないだろうということで、まあ、シューティングという形にしております。でこれもですね、従来その過去の式神の城の場合だとここで普通に話していってお話が進んでいくんですけども、今回の式神の城の七夜月の場合はですね、ここでこう選択肢が出てくるんですね。でこれで選択することによって自分が強くなったり敵が強くなったりといろいろと変わっていきます。それって選んだ直後に分かるんですか？そうですね、はい、画面上に出ますんで、はい、どちらか。私が、もちろん。いや本当に もちろん私が選んじゃうね。相当あれなんで、私ね絶対こっちの方がねいいと思う。私だったらこういう、じゃあ押しちゃおう。じゃあ押しちゃおう。 OKOK 急いでるんだ、そこをどけ。強気で来ましたね。あ、強くなりそうじゃない？女の子が捕まってるんだぞ。おー、強くなりました。なんだ、すごい。あ、でもこれからって今から今から戦闘なんで、もうしっかりもコントローラー離さないですからね。でもこことか使っちゃうから ねすごい。え、この操作はどこが何とか。ですね、まあ、基本的に、十字キーで、時期が今こう動いてますよね、キャラクターが下のところに。で、まあ、×ボタンでショットを打って、四角ボタンでボム攻撃をします。あ、これ今私が押してるのは×ですか？そうですね、これ普通のショットですね。これはどうだ。これ弾切れとかないんですか？弾切れはないですね。素晴らしいですね。あったらちょっと問題だと思うんですけど。まあそうですね。シューティングゲームで弾がないっていうのは、そうですよね。ちょっと違う系になっちゃうんですね。でもこれって当たっちゃったら、そうですね、左下にライフというものが出てまして、これが自分の体力になります。画面の左下ですね。はい、そうです。で画面の上に出てるのが今戦ってる時のライフですね。お、あ、もうすぐ1個なくなる。1個なくなりました、ね。はい、うまい、すごい、すごい。お、あ、もう全部なくなりそう。もうどうしよう、もうどうしよう、先輩、勝った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 、すごい、すごい、入れてしまいましたね。すごい、私、やればできる、絶対これは誰でもできますよ。すごい、すごい。もうシューティングが苦手っていう人でも、何でしょうね、何度もやり直すことによって、どんどん難易度がですね、低くなっていきますんで、本当、何でしょう、シューティングが苦手な人も十分楽しめるような内容になっておりますので、まあ、それプラスですね、ストーリーの方がしっかりと作られておりますので、もうそちらも楽しみに見ていただければと思います。はい、今回のゲームでなんかここおすすめとかいうとこあります？おすすめですか？そうですね、まあ、声優さんの演技を絶対っていう、見ていただければ、もうその何でしょう、式神の城っていう、そうですね、なんでしょうね、大きな物語っていうものがですね、ワンツーと通してありまして、でそこの中でいろいろ難しい用語とかがいっぱい出てくるんですけども、そういうところもですね、こういうちょっと今開くんですけども、こういう形でですね、用語集っていう形で、全部出てるね、今ちょっとこれ全部出ちゃってるんですけども、ですね、式神の中でいろいろと出てくる言葉をですね、分かりやすく、例えばこういう形で分かりやすいような形で説明しておりますので、よりもっと深くその何でしょう、お話の方を楽しめるという形になります。理解できるように。そうですね、分かんなくなったらこれを見るんです。そうですね、これってどういう意味なのっていうのが分かんなかったらですね、こういうふうに見ていただける。式神用語っていうのがある。そうですね、はい、はい、ということで今回こちら、プレゼントがあるということですね。親分、はい、こちら取っ払う、親分、こちらのソフトを、はい、何名様ですか？3名です。さすが親分、やるとこやりましたね。頑張ってみました。はい、こちら3名様にプレゼントということで、翔子ちゃん、じゃあプレゼントキーワードどうぞ。はい、キーワードはクールフラワーです。はい、綴りは COOLFLOWER、 クールフラワーです。はい、こちらです、こちらですね。はい、ちょっと宣伝、クールフラワーはここです。見えるかな？見えますね。はい、はい、こちらを書いてですね、こちらの宛先の方までご応募ください。はい、ください、ゆっちゃんのウェブサイトからでも応募できますので、どんどん応募してください。はい、はい、ということで親分、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
2本目どんどん紹介していきましょう。はい、はい、2本目紹介してくれるのは弓中さんです。はい、どうもこんばんは、弓中です。こんばんは。はい、今日ご紹介しますのは、はい、エレクトロニックアーツが発売されております、こちらバトルフィールド2でございます。2ですね、バトルフィールド2、はい、うん、実は1がありまして、はい、これバトルフィールド1942というゲームが実はあったんですけど、これは1942の方は、うん、まあ、年号が示すように第二次世界大戦が舞台で、うん、連合軍、実はアメリカ軍ね、うんうん、では数軸のドイツ軍、日本軍が戦うっていうゲームだったんですね。でその頃はあの戦場もですね、例えばオマハビーチとかですね、ガダルカナルとか、そういう、まあ、いわゆる有名な戦場が舞台だったんですけど、このバトルフィールド2では、その舞台を現代にしまして、要するにアメリカ軍対中東連合軍とか、中国軍とか、要するに今現実の世界でこうきな臭い動きになるところを舞台にしてるんですね。で戦場もですね、中東の油田地帯とか湾岸とかですね、非常にね、なんていうか今本当に今をときめく現代、はい、現代って感じですね。で今ですね、 USMC、 要するにアメリカ海兵隊か、中国軍どっちか選べってことなんでね、うん、私中国軍で行きたいと思います。あ、でそこでも選べちゃうんですね。はい、でこのゲームは普通と違うのは、例えばあのメダルウォーナーですとか、うん、ああいうゲーム大体自分が死ぬと終わりじゃないですか、うん、これはそれぞれの軍勢にチケットといって、うん、何回か復活できるチケットが用意されてるんですね。で例えば自分が1回死んでもそのチケットがある限り復活できると、うんうん、で要するに先に相手のチケットをゼロにした方が勝ちというゲームなんですね。はい、こちら今戦場ですね。で戦場にはいろいろな武器が置いてあります。あと車両ですね、こういうのを駆使していくわけですね。車両が置いてあるっていうことは乗れるんですか？はい、乗れます。自分の軍の車両が置いてあります、うん、で例えばそれがジープだったり、うん、兵員輸送車だったり、うん、戦車だったりするわけですね、うん、でそれ例えば自分一人じゃなくて仲間として乗れるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。例えば、ジープに乗ったら隣の人は助手席に乗ってこう銃構えてるとか、うん、で3人目は後ろのね、うん、持ってこう機関銃を持ってこうできるんですね。でこちら今シングル、私今1人でコンピューターでやってるんですけど、うん、実際にはネット上で最大64人で対戦できます、うん、このゲームの目的なんですけれども、はい、今画面正面にあります、アメリカ軍の旗、これが敵の拠点なんですね、はい、でこの拠点を、奪うことによって、あ、なんか敵が出てきましたね、うん、撃たれてますね。大丈夫ですか？倒しましたね、今ね。今これ味方が来ました。ここに名前が出ますね。はい。ね、今敵はすごいね攻撃を受けてるんですけども、はい、リロードが来ました、ね。やばい。横から来た。やられました。はい、で今ね何やってたかと言いますと、で旗の下で自分とか味方がいれば、はい、その時間によってその拠点を制圧することになるんです。で、旗がアメリカ軍からだんだん白旗になっていて中立になって、うん、最終的に中国になると占領を終了ということ で、 なるほど。でその拠点がマップに何個かありまして、うん、まあ、そこの拠点を全部制圧しても一応勝ちになるという感じなんですね、うん、あ、ゼロにしなくても、ゼロにしなくてもチケットをね。あ、これ今ちょっと車両がありましたね。あった。え、これ奪えるんですか？乗れる。これ自分の車両なんです。あ、乗った。あ、すごい。でこれもちろんね、ブーン、左ハンドル、あ、外車、外車、まあ外車ですよね、それはね。あ、え、引き殺しちゃったんですか今？大丈夫ですか？大丈夫です。乗りました今。あ、乗り、後部座席に乗ってます。左下の方にあの車両は出てるんですけれども、例えばそこに何人乗ったか出てくるんで、例えば彼もね乗せたりしていくと、あの3人乗ったって感じでいくわけなんですよ。じゃあちょっとね、あ、あ、なるほど、ね、敵の陣地に行ってみましょうか。はい、味方がやると近づいてますね。あの青いのが上にありますよね。あれは、あれが味方です。青が基本的に味方の兵士、赤が敵です。あ、向こうからヘリが来ました。ヘリが、ね、撃たれてる。あ、危ない、危ない。ちょっとで今味方の兵士が後ろの方の機関銃の銃剤に乗ってヘリ攻撃してくれてますけどね。ヘリが通った瞬間影になったのがすごいですね、うん、やっぱりあの最新の PC のスペックがあるとですね、非常にリアルな画面でゲームができます。今目の前には敵です。あ、撃ってくれましたね。今一緒に乗ってる兵士が撃ってくれます。でここがさっき私が死んじゃったところなんですけれども、で 今兵士がおりましたよね。味方が、味方ですよね。そう、味方です。今これ降りてる、これが味方です。しゃがんでます。あ、座ってません。じゃあ俺は歩幅ベンチ、歩幅で歩幅とかできるんですか？あ、すごい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 。今ナイフで彼を撃ちましたね。でここである程度でですね、右上の画面に今、旗が白くなりまして、これだんだん中国軍の旗が上がっているのが分かると思うんですけど、これが登り切るとこう占領完了になるわけですね。あ、じゃあ登り切るまでにも自分が死なないように気をつけなきゃいけない。そうです、待ってらっしゃる。うわ、すごいな。あ、向こうが戦車が、敵の、敵じゃないですかあれ。敵ですね、うん、頑張って、あ、降りてきた。しまって、リロードしときゃよかった。
こういうリロードの時間はね、戦場で本当に命取りですから、そうですね、本当リアルですね、ドキドキしますよね、うん、こういうの見てると。あれさっき乗ってた車奪われません？死にました、はい、あれでこういう感じでですね、どんどん占領していくということになりますね、はい、で自分が死んでもチケットが残ってから復活できます。で今画面の左の方にいろいろな兵かといいまして、例えば特殊兵だったり狙撃兵、今突撃兵やったんですけども、はい、あ今復活しちゃいましたね。でこれでいろいろ選ぶことによって自分の役割が決められるわけですね、はい、あれ車は車は誰か乗っていっちゃいましたね。乗って、うん、あ味方待っててくれたんで乗りましょう。でこれで次の目的地まで進むというわけですね、うん、で今ちょっと乗れなかったんですけど、例えばヘリコプターは運転する人プラス左右の銃座に2人ついて、かつ何人も乗れるということで、うん、何ヘリボーンみたいにですね、何人も乗ってこう敵陣まで攻めたりとか。そんないっぱい乗れるんですか？乗れます。あこれ戦車ですね、味方の。もうだいぶ占領して今旗が上がっているところなんですけれども、なんか攻撃みたいなので、ね、あ戦車やられましたね。戦車やられたよ。この白煙なんかも非常にリアルですね、うん、なんか一瞬出る赤いのは何ですか？あ、死んでしまった。でも破壊されたよ今車が、うん、敵の対戦車ミサイルなんか焼いちゃったみたいですね。あ全体マップで見ると、うん、アメリカの拠点まだいくつかあるので、そこからどんどん敵が復活してる、うん、で自分が復活する場所っていうのはその自分の拠点の場所だけなので、これからちょっとネット用の対戦をしてみましょうか。でもう一台用意してあります。もう一台ありますよ、ここに。本当だ、うん、本当だって驚くような、ね、思いっきり目の前にありましたからね。いいんですかこれは。でバトルフィード14に違って、はいはいはい、このゲームは小隊というのが作れまして、例えば、はい、翔子ちゃんが部隊長になって、はいはい、私がこのその部下になって一緒にこう攻めていただきますし、はい、例えば司令官というのを選出すれば、その司令官は司令官専用画面でこの部隊こう攻めろとか、うん、支援射撃とかできたりするわけですね。でただ撃つだけのゲームと違って、はい、衛星兵っていうのがあって、例えば、うん、こう自分の味方の兵士の体力を回復させてあげたりとか、一回死んじゃっても電気ショックでビビってやると復活させたりとかできるんですよ。それはじゃあ魂っていうか、さっきの言ってたものを使わずに、うんうん、あれ魂そうです、チケットを使わずに復活ができる、うん、ですよね。はい、そうなんです。でも自分が死んだらやっぱチケットを使うんですよね。そうですね、まあ、他の衛星兵を呼んだりとかできますんで、いればですけど、そこにね、あ、今探しに行きます。はい、いた。If this is destroyed, your commander will not be able to give you artillery support. 今、翔子ちゃんの画面に似せたいくらいなんか挙動不審だったんだけど今。はい、どうもこんにちは。こんにちは。あ、びっくりした。はい。じゃあ行きましょう。どうも。こっちね。はい、ついてけ、ついてけ、ついてけ。なんか飲み物ねえかな。ここあ、ちょうど出払ってる声だ。なんかほらコメントが本当に。じゃあちょっと一緒についてきて。はい、はい。すごい面白いね、このなんか私援護してるみたいじゃない、ちょっと気分がいいんだけど、こういう風に援護していくのか。あ、じゃあ乗ってください。あ、また運転係ですよね。いいのキー、いいのキー、はい、乗りました。じゃあこれ1回乗ってます。はい、すごいすごいすごい飛ばしてる、すごい。私はそして敵が生きたらぶっ放して、はい、これは押したままでいいんですね。押したままでもいいんですけれども、弾がね、加熱しちゃうんですよ、重心が。そうするといつか待たなくちゃいけないんで、まあ、パパパンパパパンって、あんまり連射しないで狙いつつ、はい、数発撃つみたいな感じ。撃て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 、ほら、右側右側、来た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 、よし、今今今、倒した。右側右側、来た来た、もう倒した倒した倒した。あ、いるいるいる、まだいた、左側にいた。どんどん撃ってね。はい、あれなんか戦車から攻撃を受けてるんですよね。逃げます逃げます。はい、今バックしてますよ。うんうん、違うか、まあ、私から見るとね、バックして、うわ煙があ、そっか。あ、戦車来てたの。はい、来てました来てました。で、このゲーム面白いのは、はい、敵が見つけたら、敵を見つけたら、あ、お、兵員装車だったね、あれね、装甲車で、しかも敵を見つけたら、うん、コッパみじん、コッパみじんね、何もないですよ。戦争って悲惨だね。で、でもそれだけリアルってことです。そうです、面白い。はい、じゃあもう一回行きましょうか。はい、また探して一回仲良く、じゃあ待ってます。ここだ、見ないね。よし行こう。じゃあね、こっちも装甲車乗っていくんでね、うまく乗ってね、外出てね、右、外出て右、右、そのここの、あ、これ今度戦車じゃないですか、もう素晴らしい装甲車ね。はい、乗ったね、行きましょう。じゃあ、はい、でもさ、メイドちゃん、こっさ、何、ご主人様、なんかわいい。さ、これ協力しながらできるのってさ、うん、いいよね。はい、まあそんな感じでね、こう今2人でうまくやってますけれども、はい、こういう形で今度32人でね、はい、対戦すれば64人でこう一つの舞台となって戦えるというゲームなんですね。面白いですね。はい、そういうわけでちょっとまとめになっちゃったんですけれども、はい、バトルフィールド2は、まあ、パソコンで遊ぶゲームなんでね、ぜひ、うん、自宅にインターネットがあって、うん、遊んでね、
遊べる方はぜひ楽しんでみてください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで弓中さんありがとうございました。ありがとうございました。3番目、はい、どんどん紹介していきましょう。はい、3番目紹介してくれるのは山ちゃんです。はい、イエーイ、イエーイ、こんばんは。こんばんは。はいはい、はい、今日僕紹介するのはこちらです、カウボーイビバップ追憶のセレナーデ。おで、カウボーイビバップって知ってますか皆様。カウボーイは知ってる、うん、あ、ちょっと違うようで同じようで違うんですけれども。あ、違うんだ。これね、1998年から99年にかけてテレビ東京で放送していたアニメーションなんですよ。ーハードボイルド SF アクションです。でカウボーイっていうのは賞金稼ぎのことを言うんですよ、うんうんうん、でビバップっていうのはこの彼らが乗ってる船がビバップ号っていうのがあるんです、でカウボーイビバップっていうアニメがありまして、おうおうおう、劇場版映画にもなったんですけれども、すごい有名じゃないですか。そう、かなり有名ですよ、うん、今回ですねこのゲーム PS 版になりました、うん、はい、どんなゲームでしょうか。どんなゲームというとちょっとやってみましょう。やってみますか。ちょっとね、ニューゲームいきたいと思います。ニューゲーム、アニメがかっこいい絵だね。あれがちゃんと主人公のスパイクさんです。スパイクさん、スパイクさん、あの実際のアニメのような感じでこうやってお話が進んでいくんですよ。これ一番最初なんですけども、ちょっとかなり、かなり高額の貯金首がこの辺にいるということで、あ、スパイクが狙っていくの。でこの皆さんがねこうやってきたんですよ。さっきのお姉ちゃんいたでしょ、フェイ、フェイがあのこう美味しい話だから言ってきたら、あの男の子、男の子じゃないや、男スパイクさんと、あとちょっとハゲてるあれジェットって言うんですけど、ちょっと美味しい話には裏があるんじゃねえのっていう感じで今ちょっと渋ってるわけです。嫌いなわけ。で実際ねキャラクターもこれ全部ポリゴンで描かれているので、でちょっと裏取引をしようとしてる仲間がねやってきてるんで、あ、なんか、はい、であのね仲間のエド、エド、これ女の子です。女の子、はい、エドはですねこういろいろ戦い方説明してくれるわけです。基本的な戦い方説明です。バツでパンチ、四角でキックです、うん、エドは止まれないんですか。エドはねいつも落ち着きがないです。ちょっと天才少女なんですよね。なんかメトロノームみたいで、はい、じゃあ行きますよ。でねこれすごいところは、うん、ちょっとこの辺飛ばします、ね、これ360度ねこうあるんですけれども、殴りたい方向に殴れるんですよ。あ、誰もいないところをこうやって殴れることもできる。あ、あ、うん、あ、なんか食らっちゃってますよ。そうそうそう、後ろに、あ、でも動きが綺麗だね。すごい、うまいですね。後ろにいますね、だからこうやって、あ、はぁ、好きな方向に攻撃できるんです、うん、あ、ちゃんと左上にどこに敵が出てるんですね。それを見て、あ、後ろの方に敵いるなと思ったら後ろの方を、また来ました、アナログスティック入れて攻撃とかできます、うん、こうやって丸を押すとね、掴みます、はい、おい、あ、倒されちゃった。 あれ薬箱となんですか。ちょっとやられてる時、そう、回復しますね。こうやって掴んで、すごい、パンチとキックによってそのいろいろと気絶させたり飛ばしたりで、こういうとこ先ほどみたいにアクションボタンのところ、アクションっていうマークがあるところに行って L1 ボタンを押すとアクション、トイック飛び乗ったり、ここに行ってアクションを押すとちょっとここ特殊ですね。ちょっとこのゲージが出るのでイルカが迫ってくると、今イルカに乗っていくんですけれども、すごい、乗っていくんじゃなくてイルカを踏み台にするだけなんですけれども、ここはアクションゲージがありますよね。これが青になったところでボタンを押すとうまく飛び乗りますということで、ちょっとこううまくいきましたと、はい、そしたらまた下に敵がいましたよということで、今度ブーストゲージ、これね、あ、OK、攻撃受けちゃったしょうこちゃんからブーストゲージっていうのがあって、はい、今青いのが溜まっていってますよね。自分がどん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 やっつけたりしてると、今度ホットとクールがありまして、はい、こっちクールかな、青いのは、うんうんうん、でクールクールですね、これね、はい、クールが発動してる、これ発動すると、うん、攻撃自動で避けてくれたりで、逆に今度自分が攻撃受けるとホットっていうのが、溜まってきて、ホットが溜まると、コンビネーションに自動でつながるけど、今度攻撃が自分で避けないとダメということになります。で三角ボタンで必殺技、はい、今ちょっとこれもやってみましょう、はい、ポンポン、あ、もう、クールが溜まってますね、クールもで、こうすると勝手に避けてくれるんですよ。あ、何もそう、避けワードしてない。え、この避けてるられるのっていうのは、うん、あのゲージがどん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 ね下がっていく、ね、あ、ほんとだ。武器はねこう L2 ボタンでこうほいっと、あ、あ、武器もらえないの、ほいっと、あ、おー、あれでもなんか本気っぽいですね。デッキブラシみたいな話ですね。デッキブラシ、デッキブラシで思いっきり叩くのって結構有名じゃないですか。いや、山ちゃん、そうですね、そうですね、しょうこちゃん乗んなくていいと思う今のとこ。びっくりしたけど、ほいほいと、ほい、どん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 探していきましょう、うん、ちょっとここ難しいところなんですけれども、あれ今度はね銃の話じゃなくて銃になります。これ真似したら相当やばいですよ。あ、やってください、いいですよ。なんかさ酔ってるみたいよ、ね、えりちゃん、
これだけは大丈夫ですかね。そうするとね、やめます。今度ね、こう、バレットタイムって言って、こうやって時間をゆっくりね。このしょうこちゃんがおかしくなりました。ゆっくりこう動かすことができます。はい、とか、あの今度、うん、あの人の上に看板があるでしょ。うん、看板を打って、あの下の人を倒せる技もあるということで、うん、ちょっとやっ間接的にってことですか。そうです。これはね、ちょっとね、僕はこの打たれましたね。どこにいます敵は。敵はあの緑色のゲージが全部そうですね。あ、そう。今敵で、今看板を落として、はい、今微妙に敵もこのガラス狙ってきましたよね。そうそうそう。よっ、こう隠れたからね。FPS 要素も入ってる。うん。おお、ね。危ない。すごい。でもこの起き上がり方が素敵じゃない今の。ね。うん。あのゲージの上にさ、はい、あれか。何でしょう。24分の11とか言ってたとかね。あ、本当だ。あ、そうそうそう。ね。いわゆるリロードもできます。はい。でちょっとね、今度のドアはなんか怪しいところがあるので、この辺にどっかに隠されてる数字を発見しないと開かないんですよ。へえ。でこっちに行ってくるとなんかこの辺に怪しいものがあったので、またサーチっていうのが出てるので、それで L1 ボタンを押すと近くに来るとそういうの出てくるんだ。そう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 。で怪しいところがあると緑色に光ってくれるので、はい、なんかありますよね、右に下にね、はい、こうそうすると緑色光るので丸ボタンで調べると、ここのドラロックは1214だよと教えてくれるので、はい、よし、アクション。こうすると、数値入力が出てきますので、1214とね、自分で入力してエンターで、これでオープンになります。いろんなあれだね、開け方あるんですね。そうそうそう、いろんな開け方があるんです。じゃあ取引、今ここで裏取引をしてるわけですよ。その先ほどの賞金、約束の金はこれだ。ここでね、始まります。敵がやってくるんで、来すぎだろ最初から、はい、ですね、じゃあちょっと僕やってますので、はいはい、実はあのこちらプレゼントがございます。はい、はい、ですよね、こちらプレゼント、はい、こちら3名様にプレゼント、はいはい、そうそう、3名様にプレゼントします。ということで、じゃあしょうこちゃんプレゼントキーワードこちらへどうぞ。はい、キーワードはレディーゴーです。はい、私の、出させていただきます。あ、そうですね。これですね。レディーは女の子のレディーなので、LADYGO です。間違えないように。びっくりマーク2つも。そうですね、びっくりマークも。はい、じゃあレディーゴーを書いてですね、こちらの宛先までご応募ください。ゲッチャのウェブサイトからでも応募できますんで、どんどん応募してください。はい、ということで、今回もあっという間にエンディングのお時間になってしまいました。本当？うん、ショコちゃん、すごいそんなキョトンとした目で皆さん、ね、ちょっとね、時間、早い、そう、時間決まっちゃってるんで、あっという間にエンディングなんですけどもね。はい、次回のゲッチャ TV はですね、9月の1日の放送となります、はい、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。舞台来てね、買ってね、イベント来てね。宛先はこちら。